はい、どうも藤子です。ポケットモンスターブリーネットダイヤモンド、続きやっていきたいと思います。ではね、サイクリングロードをね、通って南に向かいたいと思います。よろしくお願いします。お、なんかこの人誰だっけ。お、何ですかその顔は。誰って顔してますね。七から窓博士の助手であり光の父親ですよ。あ、お前が。そういえばいたな。博士に頼まれて君の冒険を手伝うためにはるばるやってきたのです。それでは藤子くん、君は何匹のポケモンと出会いましたか。なんと44匹。素晴らしい、ブラボー。七かまど博士も喜ぶでしょう。これをどうぞ。あ、アメちゃんゲットですね。レベルアップアイテムだったね、確かね。不思議なアメは、アメをポケモン投げるとすぐにレベルが1上がるんです。強い、弱いポケモンを育てるもよし、強いポケモンを鍛えるもよし、好きに使ってみてください。それと一言アドバイス。通信今後、あ、はい、これなんか聞いたな。レベルが高いということを聞かないこともあります。それですが、ジムバッジの数が増えれば大丈夫ですよ。はい、分かった。ありがとう。あ、そういえばね、ポケモン。はい。アサナンが加入しました。これなんか、すごい強そうなんですよ。格闘エスパータイプで、ヨガパワーで、ヨガの力で物理攻撃の威力が2倍になる。恐ろしい。恐ろしい強さを持ってるアサナン君です。というわけで、脳筋に育てようと思った脳筋くんはさようならです。アサナン君を今度は代わりにね、脳筋に育てていきたいと思います。ではサイクリングロード行きましょうか。うわー、ちょっと早くない？急に加速したよ。いや、ちょっといきなりか当たってくるの。ちょ待って、もう急に動き出すんだから、ここちょっと怖いよ。ちょっとね、石つぶてを先頭にしたいんですよ。なんか飛行系が多いっぽいんで。わあ、ここすげえ危ない。ああ、また絡まれた。よし、こっち顔どもなんだか、ちょっとね、手加減してくんない。あ、お兄さん、ちょっと気をつけてね、前見て運転してよ。うわ、また絡んできたよ。お前当たり屋じゃねえか。またお兄さん気をつけてくださいよ、訴訟もんですよ。あー、また絡まれた。スピードを競う人、テクニックを磨く人、あなたはどっち？スピードに翻弄されるものです。素早くてテクニシャン。いや、じゃねえよ。何ちょっと なんか何言おうとしてんの。やめて、そういうの、このチャンネルで。はい、あ、ギアチェンの話か。あら、素敵な自転車ね。あ、ありがとうございます。シールね、何に使うんだかまだよく分かってないけど。あ、実がある。じゃあちょっと実を取りに行きましょうか。お、こっちもなんか秘伝技で切れるけど、これなんだ。すいませんね、いつも。さあ、こっちも行けるけど、あー、寄り道かな。ちょっと蜜塗っといて。あ、ちょっとアイテムあるじゃん、アイテムあるじゃん。と、え、取れない、降りないと取れないのかよ。どうやって降りんだよ。え、どうやって降りんの、これ。あ、降りるがあるね。あ、取れた。シルバースプレーってなんだ。まあいい、後で見よう。お、ここにもあるじゃん、木の実タイム。さあ、他にもちょっとアイテム収集をね、していきましょうか。アイテム、お、野生が出てきた。あ、ポニータ、やった、ポニータだ、ポニータ。ちょっとポニータ欲しかったんだ。ちょっと殺せないように気をつけなきゃ。効果抜群ばっかじゃん。ちょっと待って、何がいいかな。ちょっと独走区に出ちゃおうかな。あ、じゃあダメだ、独走区に焼かれて死んじゃうわ。しまった。あ、ありがとう。あ、でもこれぐらいの方がちょうどいいのかな、今一つとかの方が。じゃあ本当に今一つだった。
とどうしようかな、電光石火、よし、いい感じに減らした。よし、これで捕まえられるでしょう。よし、オッケー、やった、ポニータ。わあ、かっこいいね、火の。生まれてから1時間もすると炎のたてがみや尻尾が生え揃い、立派な姿になる。かっこいいね。じゃあポニータを手持ちで加えたいんだよな。あー、ちょっとね、そうだね、どうしようかな。ルクシオは使いたいんだよな。じゃあ久しくお世話になってたムクバードかルクシオをさよならしたいな。じゃあムクバードさん、さよなら。今までありがとうムクバード。あれ、ここ進めない、進めないのか。お、ポニータまた出たね。こっちこっちこっち、こっちの下の方に毒針。毒針ってなんだ、いいものかな。毒のある小さな針、持たせると、お、毒タイプの技の威力が上がる。こんなん毒槽に持たせるでしょう。ただね、毒槽未だにね、覚えてないんだな毒槽まだね、毒タイプのね、技覚えてないんですよ。まあ、そのうち覚えるかな。まあ、今とちょっと持たせておきましょう。ではまあ大木まで来たのでね、帰りましょう。ちょっと元のね場所まで帰ります。さあ、元の場所に戻ってきました。ね、あれからいろいろ絡まれましたけど、まあ、先急ぎたいと思います。なんかまた別のやつに絡まれたな。あ、光ちゃん。おい、藤子くん、ポケモン図鑑の上昇どう。私はバッチリと全然の間かな。どれぐらい、それ冷静と情熱の間にってあったね、昔ね。まあそれはいいとして、今ね、素敵なもの持ってるから藤子くんにも分けてあげる。どっち選ぶ。人は右を選びやすいので左。え、なに、でも待て、バトルサーチャーって何、もう一個は何だったのそれ。バトルサーチャーを使えばもう一度戦ってくれるトレーナーが分かる。ああ、なるほどね。あ、両方くれるの。ダウジングマシン、何それ。見えない道具を探せます。ダウジングマシンはね、とにかくタッチしてみるといいよ。自分の周りに見えない道具が落ちていたらそのことを教えてくれるから、特に暗い洞窟とかだと結構見つかるの。じゃあポケモン図鑑頑張ろうね。七日まで博士も期待してるし。そうですね。なんか道中いろんなもの食えるな、みんな。あ、また木の実タイムだ。さあ、木の実やってきました。道中やることが多いですね。あ、ここ一回戻れるとこじゃん。あ、ここも行けんだ。なんだこれ、いろいろ、こっちも行けるんだ。あ、上にアイテムある。ちょっと待って、ちょっとね、ちょっと HP 減ってきてるので、これ確かね、ここなんだっけ、自転車使えば行けるんだよね。戦いたいトレーナーを風教えてくれる。歩くと電池が多分分かった。よし、あ、そうそう、これでいける、いける。でちょっと一回ポケセンにねお邪魔してきます。さあ、回復してきました。また乗らなきゃいけないのか。これちょっとショートカットなんかできないの、登録。あ、ショートカットキーある。あ、やったー、これ。あ、よし、ありがてえ、ショートカットキー、これ楽だ。よしよし、これで上がれるんだね。うわー、めっちゃ来られるな。これ降りるときは、あ、いいね、プラスボタンで乗ったら降りたりできるね、すぐね。よし、じゃあ行きます。さあ、絡まれるよ。
ふう、ちょっと強かったな。よし、傷薬も取って。ほう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 、お、この、あー、また絡まれた。おや、石つぶての様子が。さあ来るか。さあどんな姿になるんだろうな、石つぶてな。全然知らないそういえば。うおー、てか4つになったてか2本増えたよ。ゴローンに進化したね。お、強そうになったね。お、岩地面タイプになったね。じゃあ地面タイプの威力が上がりそうですね。さあ天眼山というところに来ました。これ行く先合ってんの、これヨスガシティへ行こう。あ、合ってるね。ここ抜けていけばいいんだね。じゃあガンガン進んでいきましょう。うわ、誰お前。ちょっと頬こけてるけど大丈夫。君は世界の始まりを知っているか。知りません。この天眼山は神王地方の始まりの場所、そういう説もあるそうだ。できたばかりの世界では争うことはなどなかったはず。ポケモン勝負と争うことは全然違う。君もポケモントレーナーならそのことを忘れないでほしい。とはいえ心弱いから難しいだろうけどね。では失礼。あれ、銀河団の人だよね。なんか説教してっけ、説教しに来たの。もういい、先を急ぎましょう。お、元ボトパーティーに来た脳筋くんですね。お、なんか山岳地帯に出ましたね。よし、あー捕まった。いや全くちょっと急いでるんだから。あー、またなんか絡ん、あー、また絡まれた。いや本当のこのゲーム戦闘に時間かかるよな。あ、いわくだけ。また、まだまだピッパさんの力を借りなければ。お、モンスターボール、よし。まあ、そろそろね着くはず。うわー、あー、これは野生だもう腕力はいいよ。ふう、まあ木の実はあるけど、まあ、これなんだ、また木の実じいさんの家。まあ木の実じいさんちょっと無視していくか。またちょっと後で来るね。お、ピッピー、ピッピー、どうもどうも。よすがしいといえばスーパーコンテスト賞、私もジグマンのポケモンちゃんと一緒に参加しますのよ。あ、そんなんやってるんだ。で、お、ヨスガシティに着きました。うわ、誰か来た。あ、何、どうしたの、ミミロン。よかった、あなたが偶然そこにいて。そうでなかったらミミ、あ、違う、ミミロルちゃんが。ミミロルちゃん、どこまで逃げてたか。ミミロルちゃん、モンスターボールに戻ってね。私、ミミ、スーパーコンテスト賞の審査員してます。お礼したいから、コンテスト会場に来てね。あ、そうですか。じゃあ、後ほどコンテスト会場に行きますか。まあ、今回、この、ここで何すんの？あ、コンテスト会場行こうになってる。よし、じゃあ、無事、ヨスガシティにも着きましたので、次回、じゃあね、コンテスト会場とやらに行ってみようかと思います。では今日はこんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。また見てくださいね。